チューリングマシンのプログラムの保存と読み込みについて説明をします。この画面の左下のところにロードファイルとセーブのボタンがあります。で今ここに作られたチューリングマシンのプログラムを保存したい場合にはセーブボタンをまず押します。 そうすると、こういった形でえーとセーブがすることができるようになっていて、ファイル名は特に何でもよくて、拡張子もまあ何でもいいんですけれど、txt の拡張子にしておくと、他のですね、ノートパッドみたいなですね、メモ帳みたいなエディターから読み込むことができますので、そういった形でまあ試しに保存をしてみてください。で、保存をしたファイルは、中身は、えっとですね、例えばちょっと見てみるとこんな感じ。 になっていますテープの状態とそのプログラムが記録されています。ではそれを読み込むことをやってみたいと思います。まずはテープをちょっとですね、きれいにして、えー、とプログラムを全て消した状態にしてみます。この状態で、えー、とチューリングマシンのプログラムを読み込むと、 先ほどのこのテープの状態とそのプログラムが復活をする読み込むことができるというふうになっています以上これでチューニングマシンのプログラムの保存と読み込みについての説明を終了します